花の季節といえばやっぱり春。暖かい陽気に花の香りが漂って自然とぼーっとしてきますよね。でも花が咲くのは春だけじゃないんですよ。今回は秋を彩る植物たちを紹介します。今日は書の沢にやってきた。どんな花が咲いてるんだろう。狭い道を登る。あ、早速花を発見。いっぱい咲いてる。これはツユクサだったかな。朝顔と同じ一日草だから、朝咲いたら午後にはしぼんでしまうんだって。上野の至る所に咲いてるらしい。さてと登りますか。ってなんだあれ。これはマムシグサだ。花は4月から6月に咲いて、茎の生え際の模様がマムシに似てるからマムシグサって名前になったらしい。この実は熟すと真っ赤になるらしい。あれ、あそこにも何か咲いてる。これはギボウシ？一つの花は一回しか咲かないから、次から次に新しい花が咲くらしい。こんな民家のすぐ近くに綺麗な花が咲くんだ。再び坂を登っていく。それにしてもすごい川だな。石垣の上に何か咲いてる。この小さな花は弦の証拠。古くから薬草として下痢止めに効果があるんだって。
急な気温の低下によって葉っぱが赤く紅葉するらしい。森の中にいきなり橋が現れた。ああ、なるほど。さっきの川を渡るための橋なんだ。うわ、絶景。石がすごいな。お、黄色い花が咲いてる。これは草の王。茎を切ると黄色の乳液が出てくる。液に触ると毒だけど、昔は草を煎じて飲んで内臓疾患や炎症を抑える薬にしていたらしい。さっきの花のそばにまた花を見つけた。これはメハジキ。昔、子供が茎をまぶたに貼って遊んでいたから、この名前が付けられたらしい。うわ、立派な園庭だな。それにしてもすごい音。道の上に何か実がある。これは山椒だ。主に調味料として利用されてる。未成熟な実は緑で、熟すと赤くなる。赤い実は乾燥させて、皮の部分をすりつぶして使うらしい。お、こっちは釜摘みの実だ。たくさんの花が集まってできている、きれいな白い花が咲く。実を焼酎につけて果実酒にすることもできるらしい。さて、ここでちょっと寄り道。ここは神奈川本谷。台風の後ということもあって、水量が多くて流れが速い。河原に降りた。
近くにいると川に飲み込まれそう。それにしてもすごい迫力。天平トンネルを出てすぐの道を右に曲がると行くことができます。さて、寄り道は終わり。次にやってきたのは中野沢。今日はぶどう峠のゲートまで行こうかな。早速花を発見。これはヒメジュオン？結構どこでも見られる花。もしも花びらが白から紫に変わっていたら、その場所の空気がきれいな証拠らしい。結構登ってきたな。わ、長い形の花だ。これはアニスヒソップ。香料に利用されているアニスという植物に似た香りがする。花が枯れてしまっても花びらが種と一緒に残るから、長い期間花が楽しめる。何か咲いてないかな。あ、すごい大きな花。これはツリフネソ。その名の通り船が吊り下がっているような形をしている。種が熟すと弾け飛ぶらしい。これはよく知ってる。ホオズキだ。花は黄色で、実は熟すと赤く色づく。熟した実は食べられるけど、お腹を壊すらしい。そのため、食用の品種も作られてる。こんな道の脇にも花があるんだ。これは小城の千段草。種は先端が尖ってて服などにつくことからくっつき虫とも呼ばれている。だいぶ視界が開けてきたな。あんなところに何かぶら下がってる。これは藤の実だ。春にはおなじみのたくさんの紫色の花が咲く。豆のような種を作る。ただし種は有毒なので食べてはいけない。
ふう、やっとゲートが見えてきた。あ、これは何の花だろう。クズの花。日本では古くから食用の材料として利用されている。根の部分を粉にしたものがクズ粉になる。枝豆みたいな種だな。なんかお腹空いてきちゃった。よし、ぶどう峠のゲート前に到着。ここを登っていくと長野県に行くことができる。これから上野には秋がやってくる。私たちの身近には美しい花や珍しい植物が何気なく生息しています。それは見ないともったいない。秋の実りを味わいながら身近な自然の美しさに触れてみてはいかがでしょうか。